エクスカリバーを水に投げ入れる、ベディビア卿。オーブリー・ビアズリー、1894年ベディビア卿は、アーサー王伝説に登場する円卓の騎士の一人。エクスカリバーを、湖の貴婦人に変換した人物として知られる。アーサー王に、儀仗官として使え、京京やガウェイン卿らと並んで、古くから、アーサー王伝説に登場する。兄弟に、ルーカン卿。 いとこにグリフレット教がいる。ウェールズの伝承では、ベドオイル・ベドリバントというあだ名で呼ばれ、赤腕の屈強な戦士として描かれている。息子アムレンと娘エネバークという二人の子供がいると、される。日本の文献では主に、ベディビアとベディビエールの二通りの表記がある。英語名ベディビアの原音に近い表記はベディビアだが、ベディビエールとする文献もある。マビギオンに収められた。 キルフとオルウェンでは、ベディビアは、キルフの冒険に同伴した騎士の一人で、彼の槍一月は、他の者の旧月に匹敵し、石腕にもかかわらず、同じ戦場で、他の三人の騎士より早く敵に血を流させたという。聖火ドック伝では、グーインスグ王国の王、グーインスユーが、ブリケーニョグ王国の王女性グラディスを誘拐した、事件をアーサーやケイと共に解決している。 このようにベディビアは最初期のアーサー王伝説からその名が見られ、このことから実在の人物であったのではないかと考える研究者もいる。ジェフリー・オブ・モンマスのブリタニア列王誌ではアーサー王の重臣としてモンサン・ミシェルの巨人との戦いに加わっており、ローマ皇帝、ルキウス・ティベリウスとの戦いで戦死したとされる。モンマス以降の作品においても、 基本的にこの立ち位置を維持している。トマス・マロリーのアーサー・オーの死や、当院氏、アーサー・オーの死などの英語系のアーサー・オー物語では、ベディビア教は、カムランの戦いを生き残った数少ない騎士の一人で、致命傷を負ったアーサー・オーの命を受けて、エクスカリバーを湖に投げ入れこの貴婦人に変換する。その後、修道院に入り院者として、余生を送ったとされる。 ベディビアはアーサー・王を扱った現代の作品にも頻繁に登場しており、ローズマリー・サトクリフ、ジリアン・ブラッド賞、ジョン・エム・ホードやメアリー・スチュアートは彼にグイネビアの愛人という伝統的にランスロットが担っていた役割を与えている。これはランスロットはアーサー・王物語群にかなり後になってから付け加えられた人物であり、歴史的に アーサー大物語を描く場合に彼を登場させるのは不適切とされることがあるためである。バーナード・コーンウェルの小説アーサー大物語ではエクスカリバーの変換を含むベリビアが行った行為の多くは主人公ダーベル・カダーンによって行われている。中野けマビノギオン1ページ、4ページ、固有名詞英語発音辞典三成堂、1969年。 ベディビアと表記しているものに、バーバー、アーサー王その歴史と、伝説、イムラ・キミエ、アーサー王ロマンスなどがあり、ベディビエールと表記しているものに、コグラン、図説アーサー王伝説辞典などがある。中の分け、マビのギオン19ページ、アーサー王その歴史と伝説43ページ、アーサー王その歴史と、伝説61ページ。ありがとうございます。